志村屋です。志村屋です。志村屋ですは、フジテレビ系列で2008年4月9日から2010年4月7日まで、毎週木曜日1時8分1時38分、水曜深夜、JST に放送されていたお笑いバラエティ番組で、ある、伊沢オフィス制作。今までの志村の水曜深夜番組とは大きく変わり、 出演人に張り千本などを迎えての新たなスタートとなったが番組全体としては内容の多くが前番組、志村県の大丈夫だいいを継ぎしている。2008年7月24日に発生した岩手県沿岸北部地震に関連して7月24日は FNN 報道特別番組放送のため休止。2008年9月17日には団子の志村屋と 傑作コントの名場面を集めたスペシャル版を初放送。以降はおおよそ3ヶ月、1クールに一度の割合で放送された。2008年9月24日は1時間、拡大スペシャルを放送。内容は、団子の志村屋の総集編と、傑作コント拡大版などであった。2008年12月3日、放送文からデジタル放送では、ハイビジョン制作となり、 これと同時に、音声もモノラル放送からステレオ放送へと移行した。また、志村屋です。の、タイトルバックのイラストが若干変更されている。その後、フジテレビでは、2009年4月8日、放送分からアナログ放送において、上下に黒帯を付加してのアスペクト比16の、レターボックスでの放送になった。2009年10月14日、放送分より、 オープニングの変更、提供クレジットの省略など、番組全体の構成が変更となる。詳細は以下の通り。2017年5月より、ファミリー劇場にて再放送が決定した。番組前半に放送されるメイン企画であるコメディコントを実質的には前深夜番組の志村ラ2及び志村健の大丈夫だいいで放送されたコメディドラマ、 志村運送物語以下、前作の引き継ぎであり、舞台のセットなどは、前作とほぼ同じ構成で、さらに、タイトルバックの映像部分までも、前作のタイトルで使用していた、同じ荒川の映像が引き続き使用されていた。このタイトルバックは、前日通り209年9月まで使用された。また、一部前作と同じようなネタのコントが、放送されていることから、 台本に関しても部分的に再構成しているものと思われる。また、BGM には、ヤッターマン、第2作の BGM が使われることがある。開始当初は、志村通時代の前作と同様、タイトルバックの後に、プロローグのナレーションとキャスト紹介がされていたが、2008年5月7日、放送分より省略され、全番組時代の前作と同様に、 タイトルバックのみとなっている。浅草の下町の商店街を舞台とし、団子屋、志村屋を中心に、向かいの食堂、定食屋日ご、夜間は、居酒屋日ごとなると、アパート、根本層、外観のみ、で様々なコントを繰り広げる。基本的に構成のパターンは決まっていないが、前作同様に、志村屋内でのコント、定食屋日ご内でのコントサイド、 志村や内でのコントというパターンになることが多い。上島や日ごと同じダチョウクラブの仲間である、寺門自問は、前作同様に一度も出演していないが、名前の見つかわれネタにされる場合がある。また、志村が園長を務める、天才。志村動物園に、相葉正樹が、飼育係として出演している関係か、志村や内で彼を含めた嵐のメンバーの誰かがやはり、 名前のみ使われネタにされることもある。作品内では出演者の芸名と役名は、ほぼ同じであると見てよい。ただし、優香の場合は、フルネームが、志村優香、春菜の場合は、日ご春菜となる。演者の美濃は春花が、肺結核の病気療養中のため、2009年5月13日から7月29日放映文は、欠場していた。 なお作中では入院中という設定だった。前作から引き続き出演している、志村、優香、日後、上島の4人の役設定については一部を除き、前作から変わっていない部分が多い。当コントになってからは、不定期でゲストが出演するようになった。前作では、スペシャルのみで出演した程度であった。これまでに、下記のゲストが出演している。 実際は当番組開始前に2008年3月25日放送の志村健の大丈夫だ笑い一番春一番 SP 内にてこのコントの第一回目が放送されている同スペシャルの前半約1時間にわたって放送された志村健というかの結婚式のコントはこの団子の志村屋のストーリーの一部でその3年後という設定でこの第一回目に つなげていた。なお、コントの最後に、下着泥棒騒動の巻と、サブタイトルが表示されていた、当番組で放送された作品については、サブタイトルは設定されていなかった。団子の志村屋としては、唯一の全国ネットのゴールデンタイムプライムタイムでの放送であった。番組後半は、以下のコーナーが放送された。こちらも、内容のほとんどが前番組、志村健の大丈夫だ。 E の引き継ぎである。各コーナーのその他の詳細については、その他のコーナーを参照の、こ団子の志村屋の放送時間等の都合により、これらのコーナーが同日に全て放送されることは、少なく、いずれかが放送される点も前、番組とほぼ同様である。2010年2月17日放送分以降、番組後半は、団子の志村屋の爆笑、名場ーー面特集となり、 これらのコーナーは先に放送終了となった。志村とゆうかが患者、グラビアアイドルを診察するトークコーナーである。基本的に前番組からの大きな変更点は見られない。細かな変更点は志村自らが小型カメラで撮影をしなくなったことな。志村とゆうかが寝室でフリートークをするコーナーである。前番組ではただ二人で収録後のこぼれ話などを していることが多かったが、当番組になってからは、志村一雄氏の珍しいグッズや食材などを紹介するようになり、食材に関しては試食するシーンなどが、志村2で放送されていた健康レシピを紹介するトークコーナーを思わせるような内容に、り、両者のトークコーナーを合わせたような形式となった。放送回数は少なく、2009年以降は全く放送されなかった。 開始当初は放送がなかったが2008年5月7日放送分から放送されるようになった前番組にあったような寝室でのトークの最後に志村がテレビをつけて開始するという演出は省略されている。コントは前番組に引き続き過去の志村の水曜シーンや番組のものを放送しており全番組で再放送されたものと同じコントも再度再放送をしていた。 放送月はフジテレビ基準とする。2009年12月から2010年1月までは、志村県の大丈夫だ DVD ボックスの宣伝などが入り、エンディング曲は使用されなかった。近畿地域では、系列局の関西テレビがネットしておらず、独立有局が放映する形となっているが、前述のようなスペシャル番組は、関西テレビでの放映となっており、番組が連動していない。 福島テレビではオープニングの次に入る提供ベースが切られ本編直前に独自のフィラーで時間をつないでいる。秋田テレビでは2010年3月29日の放送をもって打ち切りとなった。東海テレビでは2010年5月10日の放送を、富士テレビ2009年5月放送分で途中打ち切り、あと番組に5月24日より、志村を約1ヶ月遅れで、 放送開始。テレビ西日本では2010年5月から11月まで土曜日中心に不定期に放送されたプロ野球中継ソフトバンク対広島戦の穴埋めなどで放送。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。